いや、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ああ、この周り全部見てくれ、見てくれ、バックヤードも見てくれ。関係者席以外は満帆でございます。なんか正直言っていいか、なんか笑えてくるな、この重状態は。おい、そう、俺たちがセーフ！ヘビーメタルシャウト！うわあ！いやちょっと待ってくれ。いやちょっと待ってくれ。なんか落ち着いてるように聞こえた。ごめんな。そうじゃない。落ち着いてはない。昨日はものすごい緊張しました。いや、でもね、セクスマシンがいつものようにライブやらさせていただきます。昨日もいつものようにやったつもりでございましたが、やっぱり不思議な空気が流れております。しかし、今日も全力でやらさせていただきます。昨日も言ったんですけど、ここが武道館であるからという意味での気負いは全くありません。なぜならどの会場も武道館だと思ってやってきました。それは僕らがインディーズ時代からでございます。そういう意味では当たり前なのではございますが、一個だけいつものライブと違うことがございます。それはある意味今日が本当の区切りになるということです。それは違う、待ってくれ。この先が一呼吸を置くという意味ではない。みんながこうやって僕らを応援してくれる、そしてスタッフがみんながこうやって僕らを支えてくれる、そういう意味では今回は区切りだと思っております。ものすごく愛しいスタッフでございます。そしてここにいるのはみんな愛しいマシン側でございます。そして安藤浩二個人からすれば、ものすごく愛しいメンバーでございます。今日はメンバーに本番前に注意事項を述べるのではなく、今日は楽しんでこいと言っておきました。だがしかし、セックスマシンガンがそんないい気分な、いやこんな不思議な気分の中でライブをやると思うか。気合入ってないやつは絶対